アメリカンサイコは1991年に出版されたブレッド・イーストン・エリスの長編小説。1980年代後半のマンハッタンウォール街を舞台に投資銀行で副社長を務める一方で快楽殺人を繰り返す主人公を描くサイコホラー。2000年にメアリー・ハロン監督、クリスチャン・ベール主演により映画化された。ニューヨークは ウォール街の投資会社 P&P に副社長として勤務するパトリック・ベートマンは人生を謳歌している。ロングアイランドに今日構える裕福な一家に生まれ、アメリカ屈指の名門のボーリングスクール、フィリップス・エクセター・アカデミーを卒業し、ハーバード大学に入学。その2年後にハイ・ハーバードビジネススクールで大学院課程も修了した。現在はトム・クルーズも住んでいる都心の一等地、 アッパーウエストサイドのアパートメントを借り、ベートマンは、いわゆるヤッピーの典型だ。昼間はジムに行って、汗を流し、ニューヨークでも指折りの高級レストランで、同僚たちとテーブルを囲む。実際、その会社を所有しているのは、他でもないベートマンのジップであり、ベートマン自身が、仕事内容について、作中で語ることは解無である。むしろ、 ウォール街で働くエリートビジネスマンというのは建前で、ベートマンの本当の生活は夜に始まる。同僚たちは皆、彼自身と同じく高学歴かつ高収入のエリートたちばかり。しかし、それと同時に、彼らは悲しいほど浅はかで、同僚間の信頼や友情はほとんど、上辺だけのものである。共通のヘアスタイルやスーツのブランド、趣味を愛好する彼らのライフスタイルは、時として、 お互い誰が誰だか分からなくなってしまうほど似通っている。確立された個々のアイデンティティなど、そこにはなく、そのコミュニティに溶け込み順応することと、その過程においての自己の同一性混乱が、本作のテーマの一つにもなっている。表面上は、仲の良く、気さくな同僚たち。しかし腹の内では、お互いが何を考えているか知っている者などいない。会社では皆、 行きつけのレストランや名刺のデザインなどを比べ合い一気一憂するばかり。そんな中、ある日ベートマンの前に、ルックス、学歴、身だしなみなど、非の打ちどころのない同僚、ポール応援が現れる。アメリカンサイコ、小川隆義役、角川書店1992年、角川文庫1995年2000年に映画化され、2000年1月に行われた。 三段ス映画祭で初公開された。原作の映画化にあたっては、実に多くの俳優やスタッフが検討された。いくつもの候補が上がった後、クリスチャン・ベール主演でメアリー・ハロンによる監督の企画が進められていたが、スタジオ側がレオナルド・ディカプリオの主演を発表し、これに不満を示したハロンが監督を降板。そこで監督には、オリバー・ストーンが検討されたが、ストーン、 リカプリを共に頓挫した最終的にハロンとベールが復帰している。インタビューでハロンが語ったことによると原作では残虐な表現をこと細かく描写していたのに対し映画版ではあくまで主人公の心理描写と80年代後半のバブルの不条理性に対する皮肉に徹しているため残虐描写は控えたという。エンディングではデビット・ボーイの サムシング・イン・ザ・エアが流れる。この曲は世の中や自分自身、そしてパートナーへの愛情が冷めた、ある男についての曲である。なお、本作の続編としてアメリカンサイコ2が制作されているが、原作とは全く無関係で、本作との関連性もほとんどない。ありがとうございます。